ゴールドリンクはアメリカ合衆国ワシントン DC 出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2014年のミックステープザ・ゴッド・コンプレックスが話題となり広く知られるようになり、2017年のミックステープエイティ・ホワット・コストでグラミー賞のノミネートを受けた。ライブでのゴールドリンク1993年5月17日、ゴールドリンクは ワシントン DC に生まれる。両親が別居した後、ゴールドリンクは母親と共にメリーランド州ボーイに移り住み、最終的にはバージニア州に定住した。ゴールドリンクはバージニア州アレクサンドリアのヘイフィールド、セカンダリースクールを卒業した。ゴールドリンクは2014年にミックステープザゴットコンプレックスをリリースし、批評家から高く評価され広く知られるようになる。 2015年6月、XXL フレッシュマンクラスに選ばれた。10月、2作目のミックステープ、アンドアフターザット、ウィーディドゥンとトークを発表し、シングル、ダンス音、メト、スペクトラムをリリースした。2017年3月24日、3作目のミックステープ、AT ティーホワットコストをリリースする。リードシングル、クルーは、 ベイビルボードホット100で最高45位を記録し、第60回グラミー賞の最優秀ラップ、歌唱パフォーマンス賞にノミネートされた。2018年、クリスティーナ・アギレラの楽曲、ライク、アイドゥにフィーチャリングで参加し、第61回グラミー賞の最優秀ラップ、歌唱パフォーマンス賞にノミネートされた。2019年6月12日、デビューアルバム、 ディアスポラがリリースされたスタジオアルバムありがとうございます。